未来へと未来へと誘う風になれ Brilliant Star。 鈍く傷んでた絡まっていく日々に現実の果てがちらつく長い夜ずっと探していた前が言っていただろう。ハンカチがどうこうと。よかった。すまない。これはとても大切なものなんだ。それでも助かった。本当に感謝する。さて、これで。筋はと…では、くたばれ。咲き誇れ、甘い。ほう、今のをかわすとは。いいだろう。少しだけ本気で相手をしてやる。女子寮に侵入し、乙女の着替えを覗き見たのだ。命をもって償うのは当然だろう。
らなかっただろ。わかった、それは信じてやろう。だがやはりそれとこれとは話が別だな。ここがどんな建物なのかを確認しなかったのはどう考え、いきなり窓から入ってくるような真似は非常識極まりないし、わざとじゃなかったら何でも許されるわけではないというのもわかるな。お前にはお前の言い分があって、私は私で、このままでは怒りが収まらない。変質者とはいえ聖堂館の生徒なのだろう。となればここはこの都市のルールに従おうか。お前、名前は？そうか、私はユリス、グリューエンローゼことユリス・アレクシア・フォン・リースフェルトだ。不当な証たる赤連の名のもとに、我ユリス・アレクシア・フォン・リースフェルトは何時天桐綾人への決闘を申請する。お前が勝てばおとなしく引き下がってやろう。だが私が勝ったらお前を好きにさせてもらう。悪い話ではないと思うが。そうだ、それでいい。悪いが容赦するつもりは毛頭ないぞ。覚悟するがいい、この変質者め。悪いけど、勝たせてもらうよ。覚悟はいいか。それ。立ち誇れ。ここからだ。今だ。どうだ。貴様どこを見ている。丸ボタンで敵をロックできるのだぞ。それ。Lボタンでマーク使わないと。私の攻撃はそんなに貧弱か。今だ。一飛ばし。どうだ。やけられる。今だ。一飛ばし。どうだ。おさい。今だ。これでも食らえ。咲き誇れ、アマリリス。今度は外さん。外ろ。どういうつもりだ。ではない。なんでわざわざ私を。
お前、はいはい、そこまでにしてくださいね。確かに我が聖堂館は学生に自由な決闘の権利を認めていますが、この度の決闘は無効とさせていただきます。クローリア、一体何の権利があって邪魔をする？それはもちろん聖堂館学園生徒会長としての権利ですよ。赤連の壮大たる権限を持ってユリス・アレクシア・フォン・リースペルトと天桐彩斗の決闘を破棄します。これで大丈夫ですよ、天桐彩斗くん。はい、聖堂館学園生徒会長クローディア・エンフィールドと申します。よろしくお願い。おいクローディア、いくら生徒会長といえど正当な理由なしでは決闘への介入はできなかったはずだが。理由ならありますとも、彼が転入生ということはご存知ですね。彼には最後の転入手続きが残っています。つまり厳密にはまだ天桐彩人くんは聖堂館学園の生徒ではありません。決闘は互いが学生の場合のみ認められています。だとすれば当然この決闘は成立しません。違います。ところでユリス、フェニックスのパートナー探しは順調ですか？エントリー締め切りまで2週間、あまり余裕はありませんよ。分かっている、それまでに見つけてくればいいのだろう。あらあら、いえ、お気になさらないでください。これも生徒会長としての務めです。ああそうそう、それと私と彩人くんは同じ学年ですから、もっと砕けた喋り方で結構ですよ。はい、ですからどうぞ名前でお呼びください。クローディアで結構ですよ。クローディアです。クローディア。了解です。こちらはただの習慣ですので、お気になされ。はい、私はとても腹黒いので、せめて外面や人当たりはよくしておかないといけないのです。それが染みついてしまいまして。私のお腹ときたら暗黒物質を煮立てて焦げつかせたものをブラックホールにぶち込んで黒蜜をかけたくらいには真っ黒ですから。さて、距離も縮まったところで本題に入りましょう。率直に申し上げますが、差し当たって我が聖堂館学園があなたに期待することは、
フェニックスに出場して優勝することです。そうすれば我が学園はあなたの望みを叶えて差し上げましょう。それが現世で叶う望みであれば、どのようなものであれ。はい、そうです。もちろんこれだけということではありませんが、目先の目標としてはフェニックスの制覇です。そういうことになります。でも安心してください。アヤトにはこの私のパートナーになっていただきたいと思っています。それはパートナーになってからのお楽しみです。そうですか、残念です。ところであなたのお姉さんがこの学園にいたかもしれないという情報に興味はありますか。かつて聖堂館に在籍していたとある女子生徒のデータが何者かによって抹消されていました。そのデータの一部は復旧することができました。これを見る限りでは彼女本人だと思われます。彼女の情報は非常に慎重に扱う必要があります。なのでこの続きは私のパートナーになっていただけたらお話ししますね。それでは私とパートナーに。構いませんよ。アヤトが私に興味を持ってくれただけで満足です。いい答えを。ところでアヤト、お姉さんが使っていたとおぼしきオーガルクスがあるのですが、興味はありますか。はい、オーガルクスは一般的な武装、公式武装とは違い、代償を伴うものもありますので、もちろん強制するつもりはありませんよ。了解しました。それでは、こちらの書類に目を通していただき、署名をお願いします。ありがとうございます。適合率検査は明後日に行います。それでは話はここまでにしましょう。あれは嘘です。手続きなんて何にも残っていません。あの場ではあれが一番効果的だったんです。ユリスはあれで根が真面目ですから、ルールを破ってまで決闘を続けることはしないと分かっていました。さて、そろそろ修行時間ですし、このくらいにしておきましょう。
こいつが転入生の天霧だ。適当に仲良くしろよ。私は八つ崎、てめえの担任だ天霧。忘れんじゃねえぞ。